今回の資料はですね、2冊あるんですけれども、1冊目は将校の、将官の名簿ですね、現役の将官だった名簿、その中に軍医の中将と軍医の少将だった人物が記録されています。もう1冊は将校名簿の、現役の軍医大佐から軍医少尉までの、すべての現役の、陸軍の軍医将校、その名前が記録されています。大体見てますと、1944年の後半あたりから日本の敗戦、そしてまた戦後に至るまで の各軍医 の移動とか昇級とか、あるいは復員とか、そういう記録をすべて把握することができるというのがすごく大きな点です。今后我们也将和日本的学者共同的合作，那么以课题的形式，那么深入开展这方面的调查研究，获取更多的能够揭露日本细菌战罪行的这些档案。